マイスター・フランケ作成バルバラ協会のアルター・ピース・マイスター・フランケ、またはフラーテル・フランケはアルター・ピースの画家、修道士。フランケの生涯についてはほとんど記録に残っていないが、1567年頃にヘルマン・フォン・ケルセンブロイクは、フランケはズトヘンから来たドミニコ会修道士であると、ミュンスターの最前例派の歴史の中で報告している。 アルターピースの購入契約の写しから、ハンブルクの聖ヨハネス修道院の仕事は遅くとも1424年には着手していたようだ。フランケのことは、死後長い間忘れられていたが、1899年、アルフレート・リヒト・バルクが、ハンブルク美術館のために1年前に手に入れた、聖トマス教会のアルターピースの作者を調べていた、アントン・ハゲドルーンが、フランケの名前を発掘した。 リヒトバルクはその年のうちにそのことを論文で発表した。1925年を初めてフランケの作品が公開され、1929年にはベラマルテンスも論文を発表した。フランケは国際ゴシックの代表的画家でゴシック初期のこわばったフォルムに逆らってゴシック後期の上品で愛らしい表現のフォルムを目指した。しかし、こうした穏やかさは、 残酷な暴力描写と緊張感に満ちたコントラストをなしていて、表情、身振りとも特殊である。フランケの作品は空間的な深さの表現を基礎としていて、それをたっぷりと使って素晴らしい色で描かれている。フランケの絵と15世紀パリのミニアチュールとの類似という研究者がいる一方、両者にはっきりと線を引く研究者もいる。ありがとうございます。